健さんです。神戸の方もコロナウイルスに感染されてしまった方がねちょっと出まして、ちょっとこう飲み歩くのはちょっと今のところ控えたいなというところでね、本日は、家飲みの配信を、お届けしようと思います。行ってきたお店がね、業務スーパーとラムーン、センベロスタイルですかみたいな、そんな感じなんですけどね、めっちゃ食べるんですよ。だからね、全然センベロじゃないんですけど、なんか、例えば、今こう目の前にあるね、このラムーで売ってるサラダ3点盛りとか、97円、こういうのをなんかそれっぽく盛り付けたらなんか店っぽくなんのかなみたいな、そういうところの実証をしてみようかなと思っております、あと家の中でね帽子かぶるのは良くないよってね、思ってる方は本当申し訳ないです。すっごい癖毛なんですよね。なんでこうヘアスタイルをこうやるのがもうものすごい時間かかるんで、だったらちょっとこうちょちょいってやるだけで帽子かぶって、出させてくださいよっていうんで、こんな感じなんです。でもいつもその通りなんですけどね、ちょっとそこだけはご容赦ください。それではやってみましょう。はい、それじゃあまずはね、サラダ3点盛り、こちらです。ほんとお尻からちゃんとまともに開けることなんてないんだけど、ちょっとこれね盛り付けていこうと思います。97円です。後ろにパックあるのあれですけどね、3種盛りこんな感じで仕上がってます。高く盛り付けるのがやっぱりコツっすね、これね。やっぱりお料理ってね、もう器と見せ方だけで全然変わるんで、まず1品目、仕上がりました。はい、2品目はほうれん草のごま和えですね。91円でございます。こちらもラムーで購入したものですね。すりつぶしたごまが乗ってるんですけども、よいしょ、ごま和えなんでね、ごまがすりつぶした分が乗ってるんですけど、いりごま、これ90円で今日買いましたかね。よいしょ。ごまってね、ごま油もそうなんですけど、風味付けがかなりできる、食品になりますんで、これね、ごま和えの上にごま振るんだよ。おいおい、やりすぎじゃねえの、ちょっとで、ね、ちょっとだけ振って。ごまのね、粒々がもろ見えるんだよ。すりつぶした分とかおからとかさ、ああいうのはちょっと苦手ですよって、ぐじょぐじょの分はちょっと苦手ですっていう人も多いと思うんで、こういう風に変えさせていただきました。美味しそうです。これだい。はい、3品目はきゅうりの酢の物ですね。126円。カニカマとわかめ、きゅうりで構成されていて、これねちょっと見てほしい。お酢がね結構使ってるというか、汁の量若干多めだ。これ必殺だね、これね、ここね、えいパチン、汁捨ててくださいまず。よいしょ、ラムー。何を歌ってるんですか、ラムーの歌。はい、こんな感じで仕上がるんですけども、さっきのねごまってね、もうお野菜系も何でもごま振っとけみたいな。ごま若干入ってるんですけどね、これ上から振ってあげることに意味があるんですよね。たくさんは振らなくていいです。色味付けというか、こう視覚で楽しむために、ごまを若干かけました。見えると思うんですけどね、ごまが見えるとやっぱ食欲っていうか、なんかこう華やかなんでそそりますよね。はい、次は何個目だ、 3個目かな。絹ごし豆腐58円だったかな。山頂入りで58円、これは業務スーパーで買いました。これでね、これめくるのうまい人いる？いつもこうめくったらさ、なんかこうピシャーってなんか変な線入ってさ、なんかうまくめくれないんですよ。なんかこの動画見て、お前ちょっとこれ覚えろよっていう人がいたら教えてください。もう本当 100% 失敗します。今やりますね、ここで。あ、できた。できた、めっちゃ嬉しい。ただしこれ
これあんじゃん。これをさ、綺麗な状態でペッてやるのはどうする？みんなこれ逆さ向けて穴開ける？横棒？いろんな手はあると思うんだけど、横棒が良さそうやね。もうすでに隙間できてんだよ。これお箸でちょっと入れたら隙間できてんだよ。もう空気入ってるからひっくり返しはいけるね。いけ、いった。うわー、こんな簡単か。はい、やっこ冷ややっこでございます。冷ややっこもね、あのお醤油だけ後でかけていいようにスタンバっておきます。で、かつお節、斜めにかけました。まあ、こう斜めにあの鰹節かかってるんで、まあ、クロスするように醤油かけると多分綺麗になりそうですよね。はい、完成です。そうしまして次なんですけども、若鶏もも唐揚げ179円、1、2、3、4、5、6個入りです。6個入りですね。玉ねぎね、こちら玉ねぎの天ぷら100円だったかな、それぐらいだったと思います。オーブントースターが1200ワットかな、1200ワットまでいけるタイプなんで、意外とすぐ焦げちゃうんでね、多分まあ2分半で焦げ焦げ直前ぐらいまでいく感じ。あのお料理家電が好きというよりもお料理が大好きなんでね、お料理家電のコーナーを、担当してねやってたこともありますよ。楽しかった本当に。なんで家はすごいねお料理家電がたくさんあるんですけど、ここ何日かの断捨離でめちゃくちゃ捨てましたもうねダメだね、人間物はあの持ちすぎちゃダメだ。お金持ちがお金持ちすぎるのと一緒で、お金を持っててもあの意味をなさない、物は持ってても意味をなさないんですよ、使わないと。だから、ね、使えるような形に変えちゃいました。はい、揚げ物ワンプレートやばない、これ唐揚げと野菜天ぷらこれワンプレートで腹いっぱいだよ多分普通の人ね。逆にこれ5週ぐらいで切る多分はい、完成、こんなんです。次なんですけどもね、こちらの厚揚げ、みんなもう業務スーパーとかラム行ったら絶対買うと思う。業務スーパーの厚揚げ三角が一番分厚くて美味しいんですけど、あのお店で、あの実際のお店、西成のお店とかで利用あの使われてる厚揚げあったりするんですけど、あの長方形 の厚揚げ使われてるお店ありましたね。あのサイズ感はちょっとないんですけど、あれ美味しいです。ちょっとあの実際のフライヤーで揚げたりして、あの揚げ直しで出るとめっちゃ美味しいです。余談ですけどお伝えしておきました。はい、でこれ厚揚げもね準備しましょう。これね、あの乗せておく、なんで乗せるとこまでやんのって思う人いるじゃない。乗せるとこまでやってたらね、食べながらピッと押したら勝手にできるんだよ。超嬉しくない？嬉しいたまんです。でこのフィッシュロースターに関しては、まあこうこんだけ料理は用意しましたけど、まだお腹減ったっていう時用に、あの一応冷凍の食品用意してます。一応ご覧ください。今あの業務スーパーでぼんじりの串が10本300円ぐらいで売ってるんですよね。これね、フィッシュロースターで全部入れて冷凍のままでいいんだよ。でグルメボタンで、あの焼き鳥モードがあって、焼き鳥やって食ったらめっちゃうまい、本当にうまいです。もうこれフィッシュロースター持ってない人はね、若干こう、若干っていうかちょっと購入するのを検討してもいいぐらい。これまああの昔の店長にいただいたんですけどね、あのやるわってもらって使ってるんですけど、長持ちしてます。こう今パナソニックから出てる分で、こう中でこうやって入れる分って結構高いです。2万円ぐらいするんですけど、あの自動モードがなくて時間を自分でつまみする分だったら2000円は言い過ぎか、まあ、
もう本当に処分価格になったら 2,3,000円ぐらいから一応ありますので、ご自宅にあると匂いが出ない、フィッシュロースターっていうのがやっぱりご自宅のコンロでやるよりも手軽にできて自動でできてめっちゃいいんでねまあ変な進め方はしません。あったら家飲みめっちゃうまいからね、この業務スーパーの食品が一気に変わるんですよ。もうすぐ使えるっていう、めっちゃ美味しい、すぐ飲めるっていうなりますんで、ぜひ、覚えておいてください。今ね、ぼんじり紹介したと思うんですけど、これあったわ、かやくご飯たけのこご飯191円、もうめっちゃでかいね、これラム最高ですからね。これレンチンしたらもうこれ、ね、多分腹膨れると思う。お総菜全部足して1000円ぐらいです。でプラスアルファお酒のお代金かかるって感じですから、ね、せんべら失敗って感じですお酒どんだけ飲むかによってね変わってくるんですけど、まあこんだけの準備の宴だったらまあ満足っすかね。まあ今からやっていこうと思います。お楽しみに。皆さんにお伝えするの忘れてました。これね、1個、まあ、お肉料理みたいなのも欲しいなと思って、チーズ入りバーガーって書いてるんですね。ハンバーガー、まあ、パンのハンバーガーじゃない、要は肉だけなんですけど、なんか沖縄のお肉みたいじゃない、ランチョンミートってね、なんとかミートみたいなあったと思うんですけど、あれみたいな、まあ、魚肉ソーセージのでかい版みたいなのが、78円で今、これはラムーで売ってたのかな。丸大食品のものがね売ってます。押し切りみたいな、ちょっとチーズが入ってるんでね、包丁が全部しないですね。でもこの食感だったらこんなもんな。魚肉とゼラチン入ってるからね、ブルンブルンだね、さすがに。こんな感じで仕上がりました。これはもうフライパンで焼きます。もうこっちにもフライパンあるんで、フライパンにもう先に乗せて準備しておきます。ケチャップかな、ケチャップブラックペッパーぐらいでうまくいけるのかな。はい、宴の準備完了です。あ、ぬくぬくのこたつですいません。もうやっと完成しました。もうね、いいもんですね。やっぱり、お料理好きなんでね、ちょこちょこするんですけど、まあ、こう今日みたいな手抜きでピッピピッピで、ね、できて、まあ、こう今後もこうこのなんていうんですか、手抜きみたいなのあれはちょっと使わせていただこうかなみたいなね。自宅でもね、結構皆さん呼んでお酒をねいただいたりとかするね、ちょっと珍しいお料理ができたら。読んで、ね、皆さん集まっていただいて、ね、振る舞わせていただいたりとかたまにするんですよね。楽しいですね。今日の完全手抜きはちょっとあれいただけないですけど、これ混ぜるとね手際が良くなってみんなが美味しく食べれるっていうところまで気づいたんで、まあ、ね、今日のテーマに沿ったね、お家にいながら西成や尼崎のお料理が楽しめますよ、お酒飲めますよって、作ってる最中にもうね、もう芋焼酎だいぶ飲んじゃって、3分の2焼酎入った水割りを4杯ぐらい飲みました、作りながら、ベロベロですけどね、もう今から食って飲むのってまあまあそんな感じです。でもご飯がね見てると美味しそうなんですよね、うん、まあ、ちょっとお料理一回皆さんご覧ください。たけのこご飯と唐揚げ、あとこう野菜天ぷら、だし巻きは自分で一応作りました。もう焦げてるように見えるんですけど、なんかブルブルで一応仕上げました。あとね、お野菜の三種盛り、厚揚げ、ね、あとこの魚肉ソーセージね、焦げ目もいい具合についてね、よかったなと思います。きゅうりの酢の物と、冷ややっこ、ほうれん草ごまえ、あと、半熟卵、こんな感じで、仕上がっております。
いやまあまあ一緒。汁物がないんでね、まあ、湯豆腐もしようかなと思ってね、白菜も本当は買ってたんですけど、もう食えんよ、こんな。多分食えんわ、全部は。いつも冷凍庫にジョッキを凍らしてるんで、発泡酒ね、本気で。それじゃあ皆さんお疲れ様です。乾杯。いただきます。今週の方が良かったかな。ちょっと気になるね、三種盛りからちょっといただきます。ポテトサラダは後でこの上にあれかな、半熟卵をビャーって乗せたら綺麗になりそうやから。ごぼうサラダから。さすがにあれかな、91円だっけ、97円だっけ、まあそのままだね。お店でもし提供されるんだったら、まあ、こうブラックペッパーちょっと振ったりとか山椒振ったりすると、まあいけるレベルに変わりそうですけど。まずすぐ気づきました。美味しいですね。もうなんかそこサラダと酒みたいなの行き出したらもうあれだね、年齢感じますね。うまいっす。はい、次はね、だし巻き。トロトロだよって言ったけど、まあまあまあトロトロじゃないね。本音言うとくやつ、まあ、ちょっとカチちゃう。もう自分の腕を信じてよかった。もううわーってなってきた。うんまこれ。最高。だし巻きは作るべきやね。だし巻きね、だし巻き用のプレートなんかもね、安いところで500円ぐらいで売ってっから、ちょっと油多めに引いたら、まあ、なんていう、慣れてない人でも、やりやすいと思いますんで。やばいね、うまいね。下立ってるからね、もう完全に今、ビャーって出てる。ビャーって、うまいわ。うまい。今んとこも外れないんだけど、唐揚げ食べよう、唐揚げ。171円で、6個言ってたけど、7個入ってた、唐揚げ。うん。ラムーの唐揚げなんですけどね。ニンニク結構効いて美味しいよ、これ。なんか、この和風の、下味の付け方じゃないね。ちゃんと僕、なんか、唐揚げって感じの、もう、ニンニクみたいな。分かってる、うまいわ、これ。なんかね、外で食べたい感じの唐揚げ、分かるかな？なんか、外で、パッと食べたい時あるじゃん。あの感じです。年いってきてね、日本酒を覚えて、お酒の席でね、最高なのがほうれん草のごまあえ。これってね、すごいんだ。なんかね、もう絶対ヒーロー主役になれないタイプなんだけど、この子がいるとね、他の料理のうまさがぐんと上がって、
ポン酢の味がもうふわってくるいい子なんですよ。もう今のね、ほんともう超お気に入り。しかもごまかけたでしょ。ごまの風味めっちゃあるんですよね。ごまあえにごまかけてどうすんのって思うかもしれないけど、あのえぐみがあるあのほうれん草のことも時も結構あると思うんですよ。ごまって結構風味飛ばすんでね、香りきついんで、あの美味しくいただけるんですよね。ごまってなんか香るとね、なんか値段がもう3、まあ、1.2 倍増しぐらいかな、3倍はないな、 1.2 倍増しぐらいになるんで、おすすめっすね。めっちゃ美味しい。本当にこれあの格安のお料理ばっかり食べてるんですけどね、そうと思えないぐらい本当に美味しいです。うまい。まあ、まあ俗に言うあの西成で言うせんべろセットみたいな、そんな感じの海苔で作ってるんですけどね、魚肉ソーセージいただきます。これ米かな。あ、いやいや、うん、粒の粗いブラックペッパーをちょっとかけて、それでまあ中チーズインなんですけど、 さらに上にちょっとチーズ入れてオーブン焼きみたいな形にしたら多分成り立つね、お料理として。外で食べてもいいぐらい。次からそれするけどね。断面が一応見えるかもしれないですけど、チーズ入ってるそれ。うん、っていうことは結構ワインにもいける感じです、うん、これとなんかこうオニオンスライス系のサラダとか作ってワインと一緒に飲んだりとかするといいんじゃないでしょうかね。めっちゃ安くてめっちゃ幸せになれるよ多分。何この期間。あのめっちゃ幸せなんですけど、作りながら飲んでからもうね、あのダメなあのお店の店主みたいになってるけど、いいね本当に。こうぬくぬくのこたつではーって言いながらね、あのチープなお料理なんですけど、ね、自分なりに愛情込めて作り直すと幸せな環境になります。嬉しい。はい、冷ややっこいただきます。かつお節と、おネギ、あと、あれかな、生姜乗せてます。うん、さっぱりする。濃いの、生きの、さっぱり生きのみたいな、こういうなんか、こういう動きがね。ちょっとゆっくりさせてもらっていいですかね。あのちょっともう次あのこう切り替えた時は結構酔っ払っていくかもしれないですけど、おいしいわ。うまい。うん、あのいろいろ食べたんですけどね、やっぱどれも結構ね、あの一手間加えるとあのおいしいですね。お料理ってさ、なんかこうベタ漬けのこうマヨネーズとか、こう単純な味がこうみんな、これ知ってるから面白くないとかそういうの言うと思うんですけど、でもそれね、自分の手で加工してあげたらいいんですよ。もうブラックペッパーかけたり、かつお節かけたりとか、ごまかけたりとか、あのそれで味変してあげたり、あるいは火通ってない分だったら火通してあげたりとかするだけで全然味変わってくるんで、うん、今日のあの何ですかね、チープなこうあれでしたけども大満足っすね。もう
あのタケノコご飯も全部食べちゃって、唐揚げももう今ほとんど食べちゃったから、まあ、まだまだお野菜は残るんですけど、うん、作ってる時にもお酒飲みすぎてこれがいいのかもしれないですね。もう作ってる間飲んでもう食べながら飲んじゃってみたいな、これで終われるもんねまあコロナウイルスはねやっぱり嫌ですけど、こんなお勉強ができたっていうのはやっぱりちょっと自分ながらね、あの我ながら嬉しかった、勉強になりました。もっと食うとこ見たいとかね、 そんなあの人はいないと思うんですけどね。もうね、軽めのお料理ね、こんなサラダ3品とかさ、冷ややっことか、こういうあのほうれん草のごまえとか、こういうのがねやっぱ役立ちますね。キュウリの酢の物とかねうまい、マジでうまいわこれ。チョイスがまあ良すぎたんかな褒めんな自分をって いやなんですけど、あのたまたまだったのかもしれないですけども、今日選んだあれが良かったっすね。どれも美味しかったです。あの、まあ、今からあのじっくり飲んであの楽しんでいこうと思います。あの最終ここで寝そべるからね、ちょえって寝ちゃうんですけどあのはい、ごちそうさまはまだ今から食べるんですけど、まあ、こんな感じであのコロナウイルスでね、やっぱ苦しい思いを、ね、みんなしてるんですけども、あの対策を練らせていただきました。1500円ぐらいでこれいけるんで、あの皆さんあのご自宅でぜひお楽しみくださいませ。ありがとうございました。